まあ、とある人のツイートにより、トラック命名さんがやらせであるってことが発覚しましたね。まあ僕もね、この怪しいって思ってましたよ。まあ要するにさ、絶望ラインコーがさ、ラインコーなんてやってなくてさ、あの金もあってね、絶望なんてしてねってさ、結局みんなこの YouTuber とかこういうのってやらせばっかなんだよね。でもさ、これがさ、良くねえのがさ、やらせじゃない人もやらせだと思われてしまうじゃん。本当にあの、がんで、 YouTube やってね余命何年っていう竜さんって人とかいたんだよねってに亡くなってる人とかもいるわけですよ、まあ、それとさそのやらせでこのがんの人とかさ膵臓がんでね余命何年とかさもう俺らわかんねえじゃんでさやらせじゃない人をさやらせだって思うのもよくないしさかといってねこのやらせの命名とかをさ信じてさ何だよってなんでもさねえ 支援とかさしちゃった場合もあるわけじゃんどうしてくれんだよって感じでさもうふざけんじゃねえよってこのネットの世界これ何でもありだよねもう何がトラック命名だよこのふざけやがってこんなやろうってもう僕は怒ってますよ以上です